じゃあ、はい、いいもの買うたね。スマホ用のフィルムを貼っちゃったらあかんのかな。ああ、全然ちっちゃい。抜け防止がついてるのがいいですよね。ちょっとやそっとじゃ抜けません。マスターキャリーです。グイグイ締めるとバキって多分いくよな。はい、良いではないか、良いではないか。すなわちマスト。ちょっと、うわー、来た。イエス、フォーマット、早っ。もうできたんですか、フォーマット。これで、じゃあ録画してみる？録画してみる？これかな？ちょっと待って、タイムコードデート。今日は10月22日、オクトーバー22日、12時45分かな。2024年ってどうなってんね。2018年ですよ。で、時間は0時45分。何秒？46分10秒で、はい、これで決まりましたかね。うん、 OK。 バッテリーは今この電源から取ってますよと。インフォメーション、うわ、忍者出てきた。忍者 V、 忍者5インフォバージョン10、デバイス ID がこれで、ビルドインフォがこれでと。おい、ちょっと、三脚ケチるんじゃなかったな。もっといい三脚にすればよかったな。このなんつうか、タッチコントロールの反応がすこぶるいいですね。プロレズ LT だと10時間47分1、11秒取れるということかな。422になると7時間30分43秒、 HQ だと5時間。うん、 LT で全然いいですよ。プロダウンはレコードフォーマットは別に 60p じゃなくていいんやけど、まあいっか。これでじゃあレコーディングしてみよう。レックスタート。きたー、撮ってる撮ってる撮ってるよ撮ってるよ。これ背面からもレック中のこのタリーが点灯するってすげえいいよね、すげえいいよね。じゃあこれでさ、ちょっとエピデミックサウンドでもかけてみようよ。これでパソコンから出てる映像と音楽をいっぺんに HDMI から出力して、この Ninja 5でまるっとレコーディングすることができると、うん、ということはもちろん PS4 とかゲーム機のレコーディングもできるし、カメラからのアウトプットを HDMI で受け取って、ここで音声と一緒に録画することも、録画というか録音することもできると。そして極めつけはこちらですね、ヘッドフォンでモニタリングをすることができるので、まずは音をここで聞く。あー、 OK。テステス。テステス。テステス。あ、テステス。テステス。あ、これはレックしてないから、もういいか。
よし、大体わかった。大体わかった。まあ、ひとまずは液晶保護フィルムを買わないといけないということですよね。さて、今ですね、このソニーの α7R3 は、Mac の方に、テザーケーブルでつないで、このリモートというところに画面を出力していると。そしてパソコンで音楽をエピデミックサウンドの音楽を流しながら、このヘッドセットのこのマイクでさらに Ninja 5の、ボディの横についているマイク、ライン入力につないで音声を取ってると。これでレコーディングしてんのはどっちなのっていうことなんやけど、それはちゃんと音楽を撮ってるんだろうか、音楽と一緒に俺の声をちゃんと撮ってくれてるんだろうか。うん、いやー、すごい面白いんやけどすごい面白いんやけど、こういうの誰得ですかって。うん、俺得じゃないですか。ちょっと Ninja 5のことはちょっとすぐには動画出せないと思うんですよ。すごい、もうちょっとこう掘ってみないと、ディグってみないと動画作れないと思うんで。まあ僕がこの Ninja 5を買った理由としてはですね、まあもちろんその後映像制作の時のそのカメラの、外部モニター兼外部レコーダーとして使うのも、もちろんなんですけども、一番はですね、この Mac の、画面を収録したいということなんですね。うん、あの水水動画塾というコンテンツが本当に僕、続きを作りたいんですけど、水水動画塾というのは編集のやり方を、まとめて、伝えるというものなんですね。で、それは、要は、ファイナルカットプロ10なり、ダヴィンチリゾルブなり、まあ、アドビの製品なり、そのソフトの、操作の仕方なり、編集のコツなりを、まあ、画面を収録して、それをお見せするというようなものなんですよ。ただ、画面のキャプチャーをですね、まあ、クイックタイムなり OBS なりでやりながら、さらにその映像編集のソフトを使うっていうことがすっごく重いんですね。パソコンに負荷がかかりすぎてて、普段ならさっとできる、パッパッとできるようなことがパソコンがカクカクになってるせいで、なかなかこう進まなかったりとかね、そういうことがあるわけですよ。で、まあ、こういうのがあれば、その MacBook Pro の出力 4K の出力をここで全部受けることができる。うん、で、このアウトプットから出して HDMI で出して、で僕が使ってる LG の 4K モニターの方に映像を出してあげれば、大きな画面でモニタリングしながら収録という重い作業はこの Ninja V に全部任せてしまえると、 Ninja 5に全部任せてしまえるということですね。うん、で素晴らしいじゃない、素晴らしいじゃない。でパソコンに負荷はかけない、完璧でしょ。うん、 OK、 ちゃんと撮れてるかな。ちゃんと撮れてたら、まあなんとかうまく編集して一本の動画として出そうかな。完璧な到着やったね。うん、画面の前で見ていただいている視聴者のことを一切向かないというか、うん、すごい個人的な到着でしたね。うん、 OK、 これでパソコンの中の音とこのヘッドセットから撮ってる自分の音がマルチトラックでここに収録できてたら完璧なんやけどな。もうそうするとオーディオインターフェースさえいらんっていうことになるんやけどな。まあ、どうかな。うん、まあもっともっとこう深く掘り下げていって、
理解度が上がったらまた動画出すかもしれませんしね、うん、まあ今のところすげえ満足、すげえ満足、画面めっちゃ綺麗、画面めっちゃ綺麗、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。グイーンとクガーでした。バイバイ。で、止めます。